瞳にキュンとしてもりもり筋肉にグッときて朝恋みたいにときめいてああ私たち魔女になりました。つぶらな瞳にキュンとしてもりもり筋肉にグッときて朝恋みたいにときめいてああ私たち魔女になりました。青空芝生が気持ちいい、ファッションスイーツ映えそうそう、自由気ままにときめいて、ああ私たち魔女になりました、私たち魔女になりました。お願いします。照れちゃう。ちょっとまず馬の出て作りますね。親指を隠してください。でこれを前に前足でちょっと上体を倒します。これが馬状に。で次なりましたがこう書くんですけど、これは結構馬が何々したいとか、なんかお腹空いたとか、なんか欲求のなんですって。みんなちょっとおいでよみたいにも見えるしっていう。あ私たち馬状になりました。最初馬が正面に出ますね。で三上さんが馬さんと呼んでいただきます。そうすると馬がパッと見ますね。で間髪入れずに、長澤さんおーいって呼んでいただくと、おーい馬さん、でちょっとよーはい馬さんはーいはい瞳にキュンとしてもりもり筋肉にグッと入れて初恋みたいにときめいてああ私たち馬女になりました。普通にはあっこれ表情的にはって出て、表情的にはなんかあの楽しそうな感じで。音せーの、なんかちょっと若干盛る感じ。そうそうですね。こういうことで可愛く見せようとするこのあざとい感じもちょっと入れてみて。はい、すいません。そうですね。面白くなっちゃう。よー、片足。はい。せーの、片足。ありがとう。ありがとう。面白い顔になっちゃってみて。本番。よーい、音。私たち馬場になりました。ありがとう。撮影の方お疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございます。素敵なお話、ありがとうございます。はい、今日の撮影はあの本物の芝生が引いてあったりで、うん、結構自然を感じて楽しくやれました。はい、私は今回はね歌を歌ったりとかちょっとした振り付けを踊ったりしてとっても可愛らしい演出だったので楽しんでやれましたね。はい。大変だったね。ちょっと振り付けが難しかった。体感がなくて大変でした。完成した CM をご覧ください。つぶらな瞳にキュンとしてもりもり筋肉にグッときて朝恋みたいにときめいてああ私たち馬女になりました。青空芝生が気持ちいい、ファッションスイーツ映えそうそう、自由気ままにときめいてああ私たち馬女になりました、私たち馬女になりました。そうですね、あっという間に終わってしまってすごく楽しい撮影でした。あの歌ったりちょっと踊ったりして、うん、かわいい CM になったんじゃないかなってね。そうですね、うん、ちょっと踊りは難しくてあの何度かやり直しさせていただいたんですけど、ね、そこもちょっと可愛いんじゃないかなと思います。うん、馬がどうなるか楽しみだよね。確かにそうですね、イラストはちょっとさっきはね、うん、代わりのものだったので、うん、
衣装とかも結構完璧。あ、そうだ、そうだ。そう、今回は作りでね。はい、作っていただいて。同じ柄が。同じ柄が入ってます。うんうん、このテキスタイルが、この特別な、今回の馬上のために作ったのかな、うんうん、みたいです。かわいい。かわいい。似合ってます。あ、似合ってます。でもなんか質感が画面を通して見ると、うんうん、もっとこうレトロな雰囲気とかも出てて、うんうん、セットがこう本格的なんだなって感じてました。そうですね、うん、ありがとうございます。あとはあの大間さんのケーキも作成しましたけど、ご覧になっていかがでしょうか。かわいかったですね。どうでした？私の方も見てなかった。いや、そっか、めちゃめちゃ可愛かったですあれ、うんうん、あの本当になんかリアルな馬の部分もありつつ、こう可愛いデフォルメした部分もありで、うんうんうん、すごいよね、凝っていて、うん、一つ一つが。そうですね、ある？始め、うん、始めちゃってるんですよ。え、2個も一気に。あ、どうぞすいません、はい、ピラティスと料理を始めました。おー、なんかどうですか？あの、素晴らしい人間になっていってる気がします。いい、自己肯定感にする方がいいですもんね。なんかあれは始めたいこととかもありますか？ あります、あります。私はあの編み物を始めたいです。お裁縫はあの子供の頃すごく好きだったので、ちょっと手仕事みたいなものを、はい、うん、やりたいなって思ってます。何作りたいですか？鍵編みでなんかこうコースターとか作りたい。あ、すごい。まずは簡単なものから。楽しみに勝手にしてます。じゃあいつか見せます。ありがとうございます。私はあの馬女スポットに行って、あのカフェで友達とお茶をしたりしたいです。はい、うん、私はそうですね、あの外であのピクニック気分で天気いい日とかに友達と、うん、あの馬さんが走ってるのを見られたらいいなと思います。うんうん、乗馬とかもね、いいかもね。いいですね、なかなかできないから。近くで馬を見て、うん、鼻が可愛いからね。そうですね、もちもちって言いますよね。触ったことある？ないんですけどね。ふにゃふにゃなの、本当に気持ちいい。触ったことあるんですか？あの、なんか時代劇とかで、こう馬に乗らなきゃいけなかった時に、あの馬場に練習しに行った時にこう触って、そうそうそう、すごい。それなんか唇で遊んだりするんだよね、ブルブルブルとか言って。かわいい、うん、かわいい、すごい、すごい。近くで見ると大間さんかわいいので、そういうことをしたいです。はい、どうでした？なんかちょっとカントリー調ですごい、うん、なんか明るい気持ちになる曲だなと思いました。あ、私ムズって思いました。これは歌えるんだろうかっていうちょっと心配がありました。ありがとうございます。そんな中で、はい、まあ、歌詞があったと思います、うんうん、お気に入りのところとかありました。私あのもりもり筋肉にグッときたっていう、うん、ところがすごく好きですね。あそこちょっとびっくりしたよね。いいですよね、でも確かにあの足の筋肉とかすごい綺麗だなと思って。確かに美しいもんね、うん、私はやっぱりその、まあ、サビの部分っていうんですかね、私たち馬女になりました、うんうん、これはすごく耳に残るフレーズなんでいいなって思いました。すごくポーズも可愛らしいなと思いました。そうですね。苦戦したね。苦戦しました。私たちが苦戦したあのポーズをぜひ見てほしいです。いや、でもなんか歌ったら歌ったですごくこうリズミカルだから、うんうん、あの覚えちゃうとこうずっと口ずさんじゃうあの曲だなと思いましたね、うん、私は逆にあの最初の印象よりも歌ってみてムズッと思いました。あ、なんかこうあのそのさっきの私たち馬女になりました、うん、あのその2回繰り返すところとかがやっぱりちょっと変わるのが可愛いところかなとも思いますね、うん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 、ちょっとためがあるしね。そうですね、あ、私たちのね。そこちょっと可愛いと思います。確かに、うん、あとは何だろう、覚えたらみんな歌える曲だと思うので、ちょっと口ずさんでほしいなって思いながら歌いました。
難しい。難しい。なんて言うんですか。でも頑張ったから100点にしとこ。あ、そうですね。うんうん、どうでしょうか。どうでしょう。はい。はい、そうですね。やっぱりこう馬のことを何も知らない人でも知ってる人でも、もっともっと馬を知りたいと思うような可愛い CM になっていると思いますので、ぜひ何回も見て、ぜひ馬場スポットに行ってお茶でもしに行ってください。はい、目にも耳にもすごい残る CM になっていると思うので、あの明るい気分になれるんじゃないかなと思います。はい、馬場になりましょう。いいね、馬場になりましょう。